嵐を。嵐を、嵐を、嵐保は、日本海軍の朝潮が宅地区艦4番艦である。1937年、昭和12年12月に竣工した。1943年、昭和18年3月、ビスマルク海海戦で大破放棄され、米軍機の攻撃で沈没した。1935年、昭和10年9月28日。 建造予定の浅潮型駆逐艦が、荒潮と命名され、官邸類別等級表に登録された。神戸川崎造船所で10月1日に、寄港、1937年、昭和12年5月26日に浸水、12月20日に竣工、舞鶴へ開港した。1938年、昭和13年1月8日、第25駆逐隊、浅潮、 大塩、満潮に編入され、浅塩型駆逐艦1から4番艦が揃った。3月末に予備艦となり、佐世保交渉で蒸気タービン機関の改造工事を実施した臨機事件。1939年、昭和14年11月1日府で横須賀陳府へ転籍し、第25駆逐隊は第8駆逐隊と解消された。同時に第2艦隊。 第2水雷戦隊に編入され、以後中国方面で活動した。1941年、昭和16年9月1日、安倍敏夫大佐が、駆逐隊司令となった。20日、久保木秀夫少佐が、艦長に就任した。太平洋戦争開戦時、第8駆逐隊は、南方部隊本隊、近藤信武中将に所属し、マレー第1次上陸作戦。 銀河ン湾上陸作戦を支援。1942年、昭和17年に1月より、安ン,ン・マカッサル攻略作戦に参加した。第8区逐隊、浅潮、大潮、荒潮、万丁という総選2隻、相模丸、笹子丸は2月19日未明、バリ島に、兵員島を揚陸させた。夕国までに揚陸は完了したが空襲で相模丸が、損傷。 荒潮と満潮が護衛して、先にマカッサルに向かった。同日深夜、浅潮と大潮が、白地に突入してきた、ミイランの連合軍艦隊と交戦、大潮が損傷したがラン駆逐艦、ピートハイムを撃沈した。急報を受けて、荒潮と満潮が反転し、20日午前3時過ぎに、バダン海峡に突入した。ランケジュントロンプと駆逐艦4隻と砲撃戦になり、 満潮が大破したがトロンプを損傷させた。同日朝、平準ながらと、第21駆逐隊、若葉、コピ、八下と合流し、マカッサルに帰投した。後日、12月8日、山本56連合艦隊司令長官は、バリ島沖海戦における第8駆逐隊の活躍に感情を与えた。損傷した大塩と万長が前線を離れ、第8駆逐隊は、 アラシオとアサシオの二隻で、ジャワ島攻略作戦に参加した。紹介行動中の3月8日、乱層海底一隻を砲撃で撃沈した。14日に、マカッサルに帰島し、第二水雷戦隊本隊と合流した。15日、修理のため軽巡人数、アサシオと共に内地に向けて出港した。19日に駆逐艦黒潮と合流し、アサシオとアラシオの二隻はパラオで補給した。 24日に横須賀に到着し、25日から4月15日まで修理を行った。4月10日、第8駆逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊、西村昌司少将に編入した。18日、米空母ホーネットから発進した、B。B-25 が日本本土を空襲した、同リットル空襲。荒潮と朝潮は、第2艦隊。 近藤信武中将の指揮下で、米機動部隊を追撃したが、快適できなかった。帰還中、嵐潮は一番主砲の防水隊が故障し、浸水の恐れがあるため速力を落とし、両艦から遅れて、浅潮と共に横須賀に戻った。5月15日、大潮と満潮が第八駆逐隊を外れた。20日、第八駆逐隊、浅潮、嵐潮は、 ミッドウェイ作戦の攻略部隊支援隊、栗田竹雄中将に編入した編成は、ミッドウェイ海戦三章。6月5日、第8駆逐隊は、第7戦隊の最上型重巡洋艦4隻、熊野、鈴谷、三熊、最上王と共に、ミッドウェイ島の砲撃に向かったが、三熊と最上が洋上で衝突し、朝潮と荒潮は両艦を護衛して交代した。から日に、 米機動部隊とミッドウェイ島基地航空隊の波状攻撃を受け、三熊は沈没、最上は大破した。荒潮は、三熊の乗り組み救助中に被弾し、そうだが人力となった。このため8日朝、最上と浅潮から10回いるほど離れて、後から第二艦隊に合流した。内地に帰島した浅潮と荒潮は、佐世保海軍交渉で修理に入り、7月14日に、 特別駅務駆逐艦、8月1日に警備駆逐艦になった。10月15日、荒潮の予備巨雷8本を陸揚げし、後部甲板に大発動艇、13メートル特型、運化船搭載装置を新設する工事が指示された。20日、第8駆逐隊に満潮が復帰し、駆逐隊司令に山城勝森大佐が就任した。第隊は、第艦隊、 三河軍一中将に編入された。修理を終えた嵐雄は11月21日に、ソロモン海域に進出、ブナ輸送作戦に従事した、ブナゴナの戦い。12月1日、駆逐艦4隻、浅潮、嵐潮、磯波、デンデラバウルを出撃したが、空襲等で輸送できた兵力は、半数程度だった。時分、艦隻、風雲、遊も、 嵐を、磯波、デンデラバウルからブナに向かったが、8時15分に空襲で、浅潮が損傷し、引き返した。11日夜、駆逐艦五隻、風雲、遊具も、嵐を、磯波、デンデラバウルを出撃。ニューアイルランドとオカビ園で、熊野と鈴屋から燃料補給を受け、迂回航路でブナへ向かった。14日に揚陸に成功したが、 アラシオは空襲で7名が死傷した。同日夜、ラバウルへ戻った。日本軍は、ニューギニア東東部のマダンとへわく攻略作戦、無謀作戦を発動し、アラシオは、駆逐艦両風、デンイソナミ、愛国丸、五国丸と共に、マダン攻略部隊に編入された。各作戦部隊は16日に、トラック白地やラバウルを出撃し、 上枠の攻略は成功したが、軽巡天竜を加えた、マダン攻略隊は18日に空襲で、五国丸が被弾、揚陸中に、米潜水艦アルバコアの来撃で、天竜が没した。荒潮は、天竜の救援を命じられたが、輸送作業が終わった両風が向かった。マダン揚陸は完了し、攻略部隊は20日午前中に、ラバウルへ戻った。12月下旬。 ガダルカナル島への輸送路を防衛するため、ニュージョージア島のムンダ飛行場を中心に、バングヌ島、ラッセル諸島、ガトーカミンボに防空基地を設置することにした。バングヌ島ウィックハム基地の建設から始め、駆逐艦六隻、谷風、裏風、磯波、嵐を、夕暮れ、電が陸兵と物資を積んで26日夕、ラバウルを出撃した。 ショートランド白地を経由して二十七日夜に揚陸に成功、二十八日朝にショートランド白地へ戻った。二十九日、大潮が第八駆逐隊に復帰した。九百四十三年、昭和十八年一月二日、小柳富継第二水雷戦隊司令官時期卒の駆逐艦十隻長波、両風、巻波、降風,風、荒潮、親潮、黒潮、影楼、 磯波、電は、ガダルカナル島輸送作戦を実施し、空襲で損傷した両風と護衛の電が被退したが、輸送は成功した。4から7日には、駆逐艦4隻、長波、巻波、甲風、嵐をデラバウルから、ショートランド白地にドラム艦を反復輸送した。1月10から11日、小柳が指揮する駆逐艦8隻、黒潮、巻波、甲風、嵐、 大潮、荒潮、初風、時津風は、ガトーへの第6次ネズミ輸送作戦を実施した。作戦終了後の11日、荒潮は、甲風、巻波、大潮と共に、ニューギニア方面護衛部隊に編入され、ショートランド白地からラバウルへ向かった。2月上旬、ガダルカナル島撤収作戦、化合作戦が実行され、第8駆区,区隊、大潮、 荒潮は3回とも従事した。2月14日、第八区畜隊司令は佐藤康夫大佐に交代した。20日、大潮が輸送船団護衛中にマヌス島沖で米船アルバコアの来撃を受け、航行不能になった。荒潮はトラック白地まで大潮の栄光を試みたが、21日朝に大潮の船体が中央で断裂し沈没した。嵐潮は乗員を救助して、 ラバウルに帰投した。第三水雷戦隊司令官、木村正富少将指揮下で、雷輸送作戦、第81号作戦が行われ、駆逐艦8隻、白雪、浦波、四季波、浅潮、荒潮、浅雲、雪風、時津風で輸送船8隻を護衛し、2月28日深夜にラバウルを出撃した。3月2日の空襲で、 輸送船、朝日森丸が沈没した。朝雲、雪風が乗員を救助し、先に、大へ輸送してから公営に戻ったが、3日に、呉れ岬南東沖で、再び米豪連合軍機の空襲を受けた。輸送船団の左で、時津風嵐を雪風の順で航行していたが、嵐をは8時10分頃に、半長爆撃で環境と2番砲に被弾、火事が故障して、 旧体艦の島と衝突し、艦首も大破した。直撃弾で、荒潮の環境は吹き飛んでいたという。荒潮は陸兵と負傷者を浅潮に異常させて、微速で北方へ向かった。しかし再び空襲を受けて、傾斜30度となり、復元航行は絶望的になった。同日夜、摂風が荒潮を発見して、約170名を救助し、荒潮は放棄された。 3月4日、B-17 へ爆撃機が漂流する嵐潮に500ポンド爆弾を、10日、第1煙突付近に命中して沈没した。久保機関長以下72名が戦死した。この戦闘で嵐を、白雪、時津風、浅潮の駆逐艦4隻と、野島を含む輸送船、全8隻が沈没し、佐藤第8駆逐隊司令も戦死した。 アラシオは4月1日、駆逐艦席から除籍された。艦名は海上自衛隊の潜水艦アラシオに継承された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。